おはようございます。本日、馬淵さん主催の、ロンティ大会ということで俺主催なんだということですね。1月21日発売のこの Z のモンスターブラックキャノンっていうレガシーより飛ぶと言われているバットがあります。こちらで、打ってもらって皆さんの感想を聞きたいなということで今回集まってもらいました。今回は馬淵さんがいろいろトーナメント表を作ってくれたりとかいろいろしてもらいまして、13人で、トーナメント戦でこうやるんですけど、まずまあ多分 LINE に送った通り優勝者に、景品があります。そんな大したものじゃないですよ。 Amazon ギフトがっていうかあれですね。はい、そうで優勝者は2人で、その優勝者同士で戦ってもらって、もうナンバーワンはもうプラスでもらえるっていう感じに。はい、で惜しくも準優勝の方は上下の勝利 TV、 これ上下上下お渡しますので、準優勝がいい人はもう志願してもらっていい人バトルの時に1人5球打って一番飛んだのをじゃあ記録にしましょうか。それでやっていきます。自己紹介でしょ。自己紹介しましょうか。自己紹介、チェーンボンズとスタイガー所属の鈴木健です。よろしくお願いします。お願いします。チェーンボンズ所属のオッチョです。お願いします。マイルドスターズ所属の荒川です。お願いします。お願いします。福岡のパイレーツ所属です。楠木です。お願いします。お願いします。栃木県宇都宮市の、テッケル所属している吉田祐介です。よろしくお願いします。お願いします。富士見野の、プレジデント所属です。近藤です。お願いします。見てくれてるんですか。富士見野のプレジデント所属の前田です。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。飯塚です。群馬のビッグベイビーズです。おはようございます。すいません遅刻して。すいません。よろしくお願いします。名前。名前高橋です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ14人で、14人で入れましょう。はい、よろしくお願いします。ヒロトに勝ちましたね。もう勝利勝利。うー、オッケー。あー。わー。試合用のボタン。試合用のボタン。ありました。バットの感想を聞いてるんですけど。はい、普段はレガシーの84のトップを使ってます。はい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 。はい、で新しいバット使ってみて、レガシーよりもちょっと打感が柔らかい感じがあって、自分的にはそんなに良くなかったんですけど、打った感じはまあ良かったんで、うん、多分トップが出れば変わるのかな、もしかしたら。まあ、今はブラックキャノンに関してはミドルバランスのみなんで、まあ、今後ねトップバランスが多分出てくる可能性があるので、そうなったら多分アウバットになるんじゃないかと。でもって言ってもナイスバッティングだったからね。ありがとうございます。はい、ということで引き続きお願いします。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。わーおー、わーおー、危ない。わーおー、音がちょっとね、すさまじい。はい、ということで、草井さん、はい、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。実際、いや、じゃ今何で使ってます？今はレガシー。ああ、みんなレガシーだな。そうなんですよ。比較的にはちょうどいいのかな。はい、僕的にはレガシーの方がしまあ、作ってるっていうのもあるんで、しっくりくるんですけど、はいはいはい、吸い付く感じはあったんで。ああ、やっぱり柔らかいんですかね。ちょっとなんか柔らかいけど。なるほど、なるほど。バットの形状もちょっと MM に近いのかなと思ったりして、まあ、分厚い分ちょっとやっぱでか柔らかさ出てくるのかなって。慣れればすごい飛びそうですね。そうですね、まあちょっと慣れていけばすごい飛距離も出るバットなんだろうなと。で、あと重さとかバランスどうでした？重さもちょうど良かったですし、バランスもと、7-3のミドル、はい、こちらもね、長距離出した飛距離というゲーム、はい、まあ、ぜひ使ってください、皆さん。はい、はい、宣伝ありがとうございます。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。
やばい。うぅー、あーやってる。やばい。あーマジか、角度いい。いやこれいったな。うわドラー、これは。あー負けー。ありがとう。ダメだ。見てんの。うわー、無理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 。えぐい。ちなみにどのバット使ってますか。レガシーですね。ああ、みんなレガシーだな。うん、実際打感はどうでしょう。打感はね、乗っかる感みたいな。ああ、レガシーよりね。はい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 、はい、乗っかる感あるなと。なるほどなるほど。重さとかバランスとかは一応ミドンで730。それで振りやすかったですね。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ザシャザシャザシャ。おっしゃえぐい。いや、これすごい。いや、お、いった低め。おお、いってんな、結構。で、今何のバット普段使ってますか。レガシーの83ミドルです。やっぱみんなレガシー使ってるな。ブラックキャノンが84ミドルなの。あ、あれミドルだ。そうそう、84ミドルだよね、あれ。ミドルと。あれミドルだよね。緑です。緑ってなんだ。かぎました。なんで、まあ、ちょっと1センチ長いかなぐらい。ああ、そうですね。なんですけど、実際打ってみてどうでした。うん、まあ、結構打感は感じて、あとこう、まあ、レガシーよりはこう噛んで飛ばすっていうよりは結構パチンってなんか自分の感覚だと結構パチンって飛ばす感じです。いや、なんか柔らかい感じですか。どっちか僕の感覚だとやっぱ普段レガシー使ってる側からするとちょっと硬いかな。ああ、なるほどなるほど。何名か柔らかいっていう人もいた。ああ、本当ですか。まあやっぱ、うん、多分感じ方の違いなんだろうなって、はい、多分打感にも柔らかい打感とか硬い打感とかと同じバットでも全然人と比べると、まあ、人と感じは違うと思うので、はい、とりあえず変えます。僕は今現状のバットでいこうかなって感じですね、今のところ。なるほどな。でもおすすめできる点とかはっていうのは多分あると思うんですよ。結構グリップとかもそんなの癖がないグリップ、うん、そうですね。まあバット自体結構細めなので、うん、まあ MM とか今使ってる人とかはいいのかなと、うん、まあ MM よりやっぱ飛距離あるなって感じだ。なるほどですね。わかりました。まあ今日ね、皆さんのバッティング見させていただいて皆さん飛ばしてたので、はい、ブラックキャノンの方も注目してください。はい、そうですね、本日ありがとうございました。ありがとうございました。19歳の力を見せつけます。19歳ですって、山口さん。いやー、わーお、俺火を取ってほしい。おお、いい。一回自信つけないとダメだこれ。わっしゃー。ありがとうございました。 OKOK ということで、女優賞近藤さんに、バットの感想を聞いていきたいと思います。普段何使ってます。ビヨンドボックスレガシー。レガシー、はい、のトップバランス。トップ、はい、ちょっとまあバランスは違ったじゃないですか。はい、でもまあ準優勝されてるじゃないですか。実際打感とかどうですか。少し柔らかくて、どっちかというとなんか木製に近く感じ、乗せて運ぶ感じでしたね。まあ、ミドル普段トップ使ってる選手がミドルであそこまで飛ばすんだっていうのがあるので、まあ、多分ね、普通の実力ももちろんありますけど、そういったところも皆さん、ぜひちょっとロンティ動画の方でね、しっかりと今度そのバッティングを見て、バットの参考にしてみてください。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って待って待って。やばい。ああ。ああ。どこ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 。
ボテイット手前だな。やばっ、やべえ、やべえ、わいた。いやー、これはいい。うわ、1000超え。初めて打たせてもらってめちゃくちゃ飛びますね。おお、全然違う。なるほど。いや、これ多分来シーズンからの私の新しい、はいはい、日輪刀として武器としてかっこいいこと言うな。あれ、ちなみに何使ってましたか。てか、もともと高校の時もゴーダ使ってて、ずっと Z さん使いたいなと思ってて、で、これが出てやっとウレタンが出たし、来たな。めちゃくちゃ良かったです。120メートルぐらい飛ばしました。ベスト4、ベスト8以上からみんな120メートル。優勝はなかなか難しいですね。いや、でも十分飛ばせたし、体重的にね、勝たないといけないんだけど負けました。じゃあまた主催します。そうですね、第1回ね、結構いい感じで終わったんで、次第2回、はいはい、開きましょう。はい、翔平くんとね、ヒロ君とヒロ君、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。I'm not afraid to die.